清水大輔は TBS テレビのアナウンサー。東京と生まれ。父は中央大学法学部長を務めていた清水厚史。私立東方高等学校、早稲田大学政治経済学部を経て、1985年に札幌テレビ放送へ入社。ニュースからバラエティまで様々なジャンルの番組を担当。ラジオ番組、ドライビングパートナー STV ホットラインでは、 サテライトスタジオ担当パーソナリティとしてゲスト出演していたススキノのバーのまま相手に下ネタを炸裂させるなどしていた1993年10月当時の東京放送に中途採用として入社移籍2004年10月には社内再編により他のアナウンサーと共に TBS テレビへの出向社員となり2009年4月持ち株会社化に伴い 正式に TBS テレビの社員となる。TBS 遺跡以降は主にスポーツ中継の実況を担当。当初はテレビのサッカー中継を主に担当していたが、後にラジオのプロ野球中継を主に担当している。サッカーでは2002年に FIFA フフワールドカップのテレビ中継、2006年2010年に同民放ラジオ代表実況を担当。 2013年9月26日、プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスのパシフィックリーグ初優勝決定試合となった西武大楽天戦のラジオ中継で実況を担当した。なお TBS 遺跡後は札幌テレビ放送時代のライバル局である北海道放送のラジオ中継のうち TBS 制作文の裏送り中継に出演することがある。 ラジオテレビラジオテレビラジオテレビ、ありがとうございます。